どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですねアメリカンエキスプレスのクレジットカードの年会費ですねこちらをポイントで支払ってみたということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回の動画はですねこちらの A ネアーメックスゴールドのですね年会費こちらをねポイントで支払ってみたということでこちらね2020年の12月ぐらいに発行して11月かな はい、でこの前のね12月に年会費の更新が来たんですよねで今現在ですねアメリカンエキスプレスのこのポイントっていうのは今年のね 10月31日までなんですけども特別レートということで1ポイント円ででで年会費に当てるることができるんですよね、まあ、私の動画でもねこちらの改良,改,改,良改悪解約解説で話ねさせていただいておりますけども今ね1ポイント1.5円で年会費にね当てることができるっていうことでこれはねちょっと更新するつもりねこのカードね年会費高いんでなかったんですけども、まあ、これはね実際にやってみてねあの分かったことをね皆さんにシェアできるチャンス だなというふうに思いまして今回ですねポイントで支払ってみましたのでちょっと分かったことをですね皆さんにねシェアしていきたいなと思いますそれではまずですねこちらのエーネアメックスゴールドなんですけども年会費が 税込み合計3万4100円のねクレジットカードっていう風になってるんですよねですので年会費が3万1000円で消費税が3100円で合計3万4100円っていった形になるんですよねでこれねポイントで支払おうと思った場合ポイントで支払えるのはですねこの3万1000円の部分だけなんですよね ですので税金の3100円の分はですね支払うことができないって言った形になってるんですよねいやねこれはねちょっと後から知ったんですけども これね知りませんでしたもう全部ね3万4100円をポイントで支払えるんだと思ったらですねこの3万1 0に対してはねポイントを当てることができるんですけども消費税のね3万3100円の分はね当てることができないっていった形になるんですよね。でこちらがですね私の,あのポイントの詳細なんですけども基本カード年会費っていうのがね書いてあると思うんですけどもその上にですね ポイントフリーダムっていうのはねねありますよ、ね、これが2万と667ポイントということで、まあ、このポイントフリーダムっていうのがこの年会費の重当のねあの名前なんですけども、えー、と2万と667ポイントこれをね1.5倍にすると,、えーとね、3万1,000と1.5円みたいな感じになるんですよね。ですので1ポイント1.5円でね、えー、利用することができているんですよね。で じゃあこの3100円のね消費税がどうなるんだっていう話なんですけどもこれはね普通にお金を払うっていった形になるんですよねでこれね払ってみてからね全部分かったんですけども まず年会費の請求がきますよね、まあ、アプリとかでも確認ねあの利用金額上がってくると思うんですけどもそれをね普通に押すとですねポイントフリーダムって利用することができて本当にポチポチポチって押すとポイントフリーダム受付しましたみたいな感じになりましてあのー、カード年会費ねポイントを当てたみたいな感じになるんですけどもこれね年会費の場合に関してはポイントをあの年会費の請求に当てますよね。で当てると まあ本来はですね、航空会社の決済とかホテルの利用代金とかにこのポイントフリーダムって利用することができるんですけども、このね年会費に関してはポイントフリーダムでポイントをね利用したとしてはも年会費にカードのね請求からなくならないんですよね。これどういうことかっていうと、あのカードの年会費に関してはポイントフリーダムでポイント中としても請求も来ますし。 銀行口座からも落ちるっていう風になってるんですよね。ですので、私の場合は3万4 1 0 0円あの1月10日にね。落ちました。で、ポイントフリーダムしてるじゃないですか？ポイント充当ねまあ、どうなるかっていう話なんですけども、一度ね。請求が来て引き落としもされます。その後にですね。3万円え3万1円ですね。あの、充当してる分に関しては？ えっと、クレジットみたいな感じでカード会社にですねねお金が残るるっって言った形になるんですよ、ね、ですすよので私ポイントフリーダムで充当して3万1,000分のねポイント支払ってるわけなんですけども現金は1回持ってかれてるんですよね。 はい、でカード会社側に残金が残ってこの3万1,000円の残金に関しては今後の利用分に対して当てられていくっていうふうになりますんで私がね今後このクレジットカードで買い物をしていくとですねこの3万1,000円からどんどんて。 差し引いていかれてでこの3万1,000円がなくなったらですね通常の請求にね戻っていくっていった形になるんですよねいやねこれねやるまでね全然分かんなかったんですけどもそういう風になってるんですよね。ですのでしししたからとといいいいいって請求がが来来ななななわわけけでででもも引き落んすよねこれね今後利用される方はね本当に注意していただきたいなという風に思いました。あの私ね てっきりね請求も来ないし引き落としも来ないと思ってたんですけども実際に引き落としも来ますんでねでホテ,ルクレあのホテルクレジットホテルクリステね、あのクレジットカード会社にクレジットが残るみたいな感じになるんですよねでこのクレジットに関してはですね、まあ、今後利用した分ねどんどん差し引かれてあの減っていく感じなんですけどもじゃあこのクレジットねまあクレジットカードって使わなかったら請求が来ないじゃないですかですのでじゃあこれそのクレジットはね あの永久的に残るのかっていう話なんですけどもこちらね消えることはなく一生有効期限なしのねクレジットって形でカード会社に残るそうなんですよねですので今後ね利用していかなければですねずっとねカード会社にその3万1,000分はね残り続けるっていった形になるんですよねですんでねまあこういった形になりますいやねかなりびっくりしましたでクレジットカードまあ先ほども言ったようりねカードって使わないと請求が来ないじゃないですか ですので、また1年間ね私がこのクレジットカードをそのまま持ち続けて何の決済もしなくてえ次の年会費を迎えたとしますよね。3万1000 そしたらどうなるかっていうとその請求にはですねそのままポイント利用したとしてもしないかったとしてもあの1回請求落ちるじゃないですかですのでまあ、そこでね使うことはまあ、理論上できるらしいんですけども一応ねこういった形になっているそうなんですよねですんでね今後ポイントをね年会費当てようとしている方はですねあのポイントを当てたからといって 銀行口座からお金が落ちないわけではありませんのでお金ねちゃんと入れといていただければなというふうに思います。この アメックスのねこのねこ今回のこのポイントの特別レート年会費に充てる特別レートっていうのはこの ANA アメックスとかもねそうですけどもプロパのグリーンとかゴールドあとプラチナとかねそういったカードも今回ね1ポイント1.5円で、ね、利用することができるわけなんですけども、まあ、どのカードもそうですけども一旦口座からお金落ちますんでね本当にね注意していただきたいなと思います。ででで消消費費税税の話話なななんんすすけけどどどももはどううるかってい と言った通りねね度口座から落ちてますよ、ね、ですので消費税分も合計されて3万4100円分が落ちてでその分の年会費の分だけあのー、カード会社にねクレジットが残るっていった形になるんですよね。いやーこれはねかなりびっくりしました。で今回ねこの年会費が まあこういいった形にななるじゃないですかで先ほども言いました通り航空会社の決済とかホテル決済の時ってポイントフリーダムって同じように利用することができるんですけどもそちらの場合はですね請求から抜いてくれますですでので先に1回落ちてねあのカード会社に残金残るみたいなそういった感じにはねならないわけなんですけどもこのね年会費だけはですねそういう仕様になっているっていうふうになりますんでこれはね本当に注意していただきたいなというふうに 思いました今年に関してはですね冒頭にも言いました通り1ポイント1.5円でね利用することができますしまたねあの ANA アメックスとか ANA アメックスゴールとかはねそういうことはないんですけどもあのグリーンとかゴールドプラチナカードとかって年間ののねねママイイルル交換できる条件っていうのは4万マイルっってて決ままますよ、ねまあ年をまたけばまあ一応8万マイルまでね交換することができるんですけども今ねちょっと海外に行けない部分もありますのであの使い道ね あ年会費使えるんだったら年会費に当てようって思われる方ね結構いらっしゃるかなというふうに思いますのでこの点ね本当に注意して利用、ね、していただければなと思います。 ということで今回ですねアメリカンエキスプレスのクレジットカードの年会費をポイントでね支払ってみたということで動画ね作らせていただきましたけどもいやーちょっとねこれどっかに規約とかに書いてあったんですかねいやーこれ本当にねポイント利用してるからお金入れなくてよかったあの入れなくていいだろうって思う方もね結構いらっしゃると思うんですよねいやーこれ支払い遅延とかね食らう可能性かなりあると思いますんで本当に今後ね あの年会費ポイントで支払いたいなっていう方はですね本当に注意していただきたいなと思いますまたですねあのセントレディスのねニューヨークで部屋付けにしてですねちょっとバーで一杯飲んで、えー、ポイントフリーダムね 利用してみたんですけどもこれアメリカンエクスペルスのクレジットカードのポイントっていうのは1ポイント0.8円換算にはなってしまうんですけどもホテルの利用代金とかにも当てることができるんですよねで、航空会社もそうなんですけどもホテルで利用できるっていうのが私ね海外で利用できるって知らなかったんですよねまぁ、あ、ちょっと1ポイント0.8円換算ということでちょっとねレート悪くなってしまうんですけどももしね今後 利用先ね困らしている方でまあ0.8円換算でもねホテルで利用できるのであれば使いたいっていう方はですねぜひね利用してみていただければなと思います私ね日本国内でまあ利用できるのはね知ってたんですけども海外でもね利用できるっていうのはちょっと知らなかったのでやはりねあのアメックスのポイントまあポイントでねホテルの利用代金支払えるのであればですね結構いいのかなというふうに思いますのでまあこの点もねまあ0.8円換算なんで最後の手段的な 部分はねあるかなと思うんですけども、覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。